さあ、それではそれも含めてですけれども、今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。開幕7連勝を目指した大谷で、いつも、まあ、不安な立ち上がりではあるんですが、前回も良くて、で今回もしっかりと、まあ、ヒットは許したもののしっかりと0点で立ち上がりましたよね。4番の内川もショートゴロ、まあ、その前に柳田にツーベースを許していましたが、きっちりと0点で立ち上がりました。で2回の裏ファイターズは2アウトランナー1塁3塁とチャンスを作って、で8番浅間の打席でしたが、ハーミッタが飛び出してタッチアウト、ボンヘッドのミスが出てしまいました。そうですね、これはちょっとしっかりと教育しないとダメですね。しかし先制の機会は3回の裏でした。ファイターズワンアウトランナー2塁から西川の先制タイムリーヒット。今日はですから最初の得点最後の得点が西川だったということになりました。で4回の表ホークスは3番の柳田、サードファールフライ、ここくらいからですかね、大谷がちょっとギアを下げたという。そう、4回からですね、4回からですよね、はい、この4回はですか、柳田をサードフライ宇宙にね、相手バッターが先っぽ先っぽというね、感じになってきましたもんね。で、まあ、入れ子にファーボール出すんですが、松田をきっちり抑えて、まあ、そうギアを下げても0点でした。で5回の裏ファイターズは2アウトランナー2塁から中島がタイムリーヒット、杉谷が戻って2点目、さらにその後右肩の負傷から、まあ、DH で戻ってきてからヒットが出ていなかった田中にタイムリーヒットが出て3対0。で、まあ、大谷の6回ですけれども、まあ、3点のリードをもらって、今日の大谷だったら十分すぎるぐらいのリードかなという印象はあったんですけどね。そうですね、3-0 の完封でもおかしくないような、ゲームの進行具合でしたね。しかし落とし穴は7回、2アウトでした。ここで吉村が代打で送られて2点タイムリーヒットを放ちます。まあ、ここでもうカードを出してきたというそんな工藤監督でした。その吉村がタイムリーヒットを放って1点差、さらに満塁で中村の打席、これがまたね、もったいないワイルドピッチ、この2ストライクね、ここも1個の余地あると思います。そしてその後は中村にも2点タイムリーツーベースヒットを浴びて5対3、この回一挙5点も失って大谷ノックアウトとなります。8回の裏、17試合連続ホールド成功中のバリオスとの対戦でした。中田、今見てもやっぱりね、素晴らしいですよね、このインド。栗山監督もイケイケとその願いも通じました。中田翔、ライナーで突き刺す同点の15号ツーラン。さらにその後、で5番の近藤のこのプレー、ショートゴロと判定されて栗山監督猛抗議に出ました。まあ、これリプレイ見ましてもね、まあ、明らかにセーフではあっていうふうに思ったんですが、そのままアウトと判定で、その後9回でした。ワンアウトランナー1塁から西川がレフトフェンス直撃のサヨナラタイムリーツーベースヒットを放って、見事ファイターズ1点差での勝利、これで3連勝となりました。いやー、昨日は熱闘の末、そして今日もまあ3点差を追いつかれて、そこから逆転されて、また主砲の一発で追いついて最後サヨナラというゲームになりましたけれども、